隊で熊本チームのエリカとのバトルです。おつやかなこのポケ振る舞いとは裏腹に強力なポケモンで挑戦者を迎え撃ちます。が出揃って、さあまずは敵で十分。おっと眠りぐな、あっと眠ってしまった。眠ってしまったことでバトルが一方的になってしまった。ここでポケモンを交代します。あー、ここであまり効き目がありません。おっと特殊防御力がダウン。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。この攻撃効果は抜群だ。この攻撃急所にヒット。白熱したバトルが続いております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでキューコンの登場だ。ここで体力回復だ。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここで一発、これは効いている。さあこの場面で急所を捉えた。さあ熱いバトルが展開されております。両者向き合って、ここで体力回復だ。これはどうだ、ヒット、いい感じです。両者とも大健闘です。ここで自陣攻撃、狙い的中。あー、ノックアウト。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでキレイ花の登場だ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで体力回復だ。さあ今度は急所に入った。さあ熱戦が続いております。ここで体力回復だ。この攻撃軽く当たった。白熱したバトルが続いております。激しい攻撃、決まった、これは効果的だ。おっとしびれるな、あーっと麻痺してしまった。おっと持っていた道具で状態異常を回復です。さあ激しいバトルです。良い攻撃、決め十分。この場面で、あーっと麻痺してしまった。さあ熱いバトルが展開されております。
さあこれは急所にヒット。ここでレータービーム、よし、おっとダウンだ。さあポケモンは残り1匹。モンスターボールが開いてポケモンの登場です。これで使えるポケモンは最後です。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあここでよしヒット、ある一撃で決まった。さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでミュウツーの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。ここで火炎放射だ。これは効いている。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここでステージクリア。